付け帯の結び方です。付け帯または作り帯は胴とお太鼓の部分を分けて仕立てる方法です。分けることに抵抗がある方は分けることなく仕立てることもできます。胴に帯を巻いた後、帯板を入れて紐で結んでいくのですが、その前にこの帯自体がしっかりと胴に締められていないと後から落ちてくることがあります。しっかり締めたら紐を結び、その紐は帯の下に隠してしまってください。お太鼓はすっかりお太鼓の形に仕立て上がったものと、このように半分だけ仕立て上がったものといろいろあります。半分だけですと、まるで最初からご自分で全部帯を締めたように見えるので、これはこの方法をとってありますが、お好みの仕立て方ができると思います。あらかじめ伊達締めに飛行機のような形の器具を乗せておき、お太鼓の帯枕をその飛行機の上に乗せていくと、お太鼓が安定して後で落ちてくる心配もありません。この器具が一つあってもいいのかもしれません。結び方は名古屋帯の結び方の動画でしているものと同じで大丈夫です。付け帯のいいところはいくつかありますが、例えば左右違う柄がついているとき、ご自分の癖でどうしても一方しか、その一方の柄しか出せない場合に、付け帯にしておくと両方の柄をその日の気分で出せるということがあったり、一方にシミや汚れをつけてしまったときにもう一方を出したりなど、便利に使えることがありますし、私は冬の間羽織を着たままなので、お掃除をする日や遠出をする日はあえてお太鼓部分を乗せずに一日過ごしてしまうこともあります。軽いので、そして人様からはあまりわからないので秘密ですが、そんな方法で着物を気楽に着ています。また海外など土足のお部屋で着替えるとき、付け帯ですと帯が床に擦れることがないので清潔に着ることができます。また次の日の朝が早い場合、お太鼓に帯枕や帯揚げ、帯締めをセットしてから休むと精神的にも楽ですね。着物は楽しく気楽に着るのが一番いいと思います。帯締め帯揚げを整えたら、付け帯の着方の完成です。